さ、いつもよ、俺の放送来てくれてる常連さんだったらいいけど、ちょろっと来てほしいですなんていうやつになんか絶対おらねえから、あ、いくらでも出しますなんて言いやがったって。俺はそういう銭金じゃねえから。うん。そこはね、うん、安く売らないでほしいな。いや、うん、俺は高く売ろうとは思ってないんだよ、西の。俺の性格で言えばいいよってなるんだけど、ただし売る相手は見るよ。うん、そこだけ。うん、誰でもよきゃそれいい値段で売ったっていいよ。だけどそうじゃないんだって。その値段はそんな高くなくていいんだけど、相手を見て売るか売らないかを決めさせてもらうよ。でニューエラーで作ってっから、そこそこ作りはいいと思うよ。ああ。ナンバーは希望できますか？タイちゃんだったら、OK。うん。うん、まあまあまあ、まだ初期ロット作って、こんなんだよっていうのをみんなに見してっから、じゃあ、それで作ってっかいっていう話になった時に、大将、じゃあ何番欲しいんだいっていう俺聞くから。うん、もし、うん、買うんだったら。ね。そこは大丈夫よ。うん。おう、ひろさんいらっしゃい。うん。だから、それは今じゃないから、まだ俺、試作っていうか、初期ロットをまず作らないと、みんなにこんな感じだよって、これでいいのってみんな見せなきゃなんねえじゃん。うん？だからそれが出来上がってきたらその型でもう作っていくよ。うん。だから今それを作ってもらってる段階だから。ね、ニューエラーの何モデルで作るのかはまだ分かってないけど、聞けばすぐ分かるけどね。うん、そのお願いしてるとこにね。で、全部いわゆるさ、このこういう感じよ。モンスターみたいにこういう盛り上がる刺繍のやつ。プリントじゃないから。うん。うらっとば、あどうなむる。決まった。あばす。全部刺繍だから。うん。やっぱそっちの方が洒落てるべ、刺繍の方が。プリントよりな。確かにプリントの方が値段的にはコスト的には安いんだけど、それじゃちょっと面白くねえなって。うん、だから刺繍でもっこりさせた方がいいかなみたいな。
あ、だから今度それ値段もどのぐらいのコストになるのか聞いとくよ。今日初めて発表したから俺それ。本当は黙ってようかなと思ったんだけどさ。うなちゃんのそばには素敵なデザインを考えてくれる人がいるから期待してます。まあまあ、やって、まあ、そういうデザイン関係の人もいるからね、俺のリスナーの中には。うなちゃんありがとう、バーロ。決まった、あらす、なるといいけどね。まあ、この前面にはチャンマンズで入るから。それはやっぱりチャンマンズにならないとね、みんなね。いや、俺もチャンマンズだよって。なあ。あ、ペンさん。うっす。そこよ。タイちゃんよ。いや、俺もチャンマンズだよ。メンバーだよ。あ、そこはさ、なんか、気持ちがね。ふるっとば、あのーなむる、決まった、あざす。変な話、その帽子を買う人にはグラスもあのサービスでつけてもいいかなみたいな。メンバーなんだから。俺あんまりね、だから欲はねえのかな。ああ、サイズがあるか、ケッチな。だからそれは初期ロット作った後に、あの、サイズ的に、あの、ニューエラーだから、5L とかじゃなくて、あの、番号で行くじゃん。40、あの、54とか、なんとかって。おっと来たよ。俺の放送聞いてる、その、制作、グループが、来たよ、これ。来た、これ。ちょっと待って、これ。老眼だからよ。メガネ取んねえと、メガネ変えねえとよ。ルーペにしねえと見えねえんだよ、これ。模様だから、携帯をよ、俺、見るのが苦痛なんだよ、最近。もうこの、メガネの付け替えがよ。キャップはフリーサイズでいきます。佐野さん、キャップ購入者には以前お送りしたチャンマンズカードを送りますか？ああ、いいんじゃないの？もう、おまけで、6回です。6回。なんか、カードもつけるみたいよ。いや、だからみんなロムって聞いてんだって、俺の放送は。
だから帽キャップ買ってくれた人にはカードがつくわけだよ。だってメンバーになるわけだから。どうでしょう。うん。特別だから。うん。ああ、そこに俺のサインを入れてほしい、カードに。なるほどね。それは全然俺は平気よ。うん。うん。それは。うん。だからいろいろ考えてんだって今。どうしてリスナーとのコミュニケーション取ろうかなっていうの。今まで一切やってこなかった俺がこれからそういうことをやるってことが面白いか面白くないかだな。うん。いよいよ重い腰を上げたかな俺は。フラットはあのタバコ多すぎ決まったアダース。そうだろ。だって今まで俺そういうこと一切やってこなかったじゃん。しげます、いらっしゃい、お久です。何よ、ちゃんとやってんのかい。多分しげちゃんだろ。なあ。違う？俺の勘違いだったら悪いけど。うん。お久ですって言うから多分そうなんだろうなと思って。やめたの？店？今何やってんのよ。おめえ母ちゃんはよ、どうすんだよ。母ちゃんどうしてんだよ。やめましたって。あんないいとこに店出してて。え？お前辞める前に俺に言えやん、おめえよ。たら俺もなんか協力できたのによ。ダンベや。なあ。ああ、横田ちゃん、いつもありがとう。うっす。何やってんだよ。やめました。まあいいけどよ、もうそりゃ、決めるのはその当人だからよ。なんとも言えねえけどな。あそこだったら面白いことできたのに。駅の真ん前なんだもんねよ。フラットはうどん佐藤ちゃん決まったアダース。今何やってんのじゃあ。しげにいよ。ああ。まあ、やめたらやめたでなんかやんだろうけど。みんなロムって聞いてんじゃないよ。佐野グループ。プーです。プーですは、まあ、プーでもいいよ。食えりゃいいよ。うん、俺の中ではね。うん。
ママに、あんまり苦労させないでいりゃいいけどさ。うん。なあ。ちょっとお金取ってくるわ。あと、しょんべんしてくるわ。そうよ。うん。ダメよ。苦労させちゃ。よっしゃ。